ねえねえ、もこさん、これ知ってる？デスラビッツのアイドルスターウォーズっていうデビューシングルだよ。デスラビッツって、今巷で噂のアイドルユニットだよね。そう、デジタルハードコアと J-POP が融合した新しいジャンルの音楽なの。アイドルソングの中にちょっぴり刺激的な部分もあって斬新な音楽なんだってね。そうそうそう、しかもこれ7曲入って1000円で売ってるんだよ。とってもお得じゃない？7曲で1000円？私も早く買いに行かなきゃ。皆さんもデスラビッツのアイドルスターウォーズよろしくお願いします。